はい今回はタモリと小田和正の共演 ng とですね、えー、やばい性格の噂とこちらの件について、えー、お伝えしていこうと思います今回もよろしくお願いいたしますこちらのですね タモリと小田和正の、まあ、共演 NG っていう、えー、お話は有名なんで聞いたことがある方がいらっしゃるかとは思うんですがこちらですね結構あのー、いろいろ考えるとね、えーまあ、興味深いなと思う話なんですよで、えー、あんまりこういったところに、えーまあ、触れないっていうか触れないんですけど あのね、何て言うんでしょう、まあ、人間同士、えー、まあどのようにしてね仲が悪くなったとか共演 NG になったとか、まあ、そういったことを調べてみると、まあ、面白いなということで、えー、まあちょっと前から調べていて、まあ、分かったことを今回お伝えしていこうと思うんで、えー、今回もよろしくお願いいたします。 まずですね、えーまあ、何が面白いのかっていう、まあ、面白いって言ったら失礼なんですが何が関心深いのかっていうと裏側に隠れてるいいるろんんなものがあ、まあ、興味深いんですよでそちらを一つずつあの考えていくことによって、えーまあ、この話の、まあ、全体像真相が分かってくる、えー、っていう話、まあ、真相はねちょっと分からないんですけど、まあ、僕はこうだろうなって調べたか限りなんで、まああまあ、何かしらご参考になっていただき いると思うんで、えー、まぁさっ入っていきますまあこのタモリとかまあ小田和正とかっていうのはまあ有名ですので、えー、まあこの話のね要点をお伝えしていきますねまず えー、タモリがあのフォークあるいはフォークソングが嫌いな理由っていうのがあってそれとですねタモリ本人の性格っていうことがこちら関係、えー、し,しているんですよでな,なんでこんなことを言ってるのかっていうとこれがタモリと小田和正の共演 NG に、えー、深く関係してる内容だからですタモリっていうのはもともとフォークソングがあまり好きではなかった しかし、あることをきっかけに、えー、ものすごくフォークソング、あるいはフォークが嫌いになったとっいうことが分かっているんですね。どういうことかっていうと、タモリの店に、えー、フォークをしているグループが来るとですね、そのフォークグループはあの、ロックバンドの文句、悪口を言うと、で、今度は別のフォーク仲間の悪口を言うと。 でタモリはもともとフォークが好きじゃなかったにもかかわらず、まあ、こういうね、耳シートで暗い人、人の悪口を言う、そういったことから、さらにフォークが嫌いになったと、まあ、そういった、この、なんていうのかな、要因があるんですよ。で タモリの性格っていうことが分かっておりましてタモリっていうのは好き嫌いが激しい性格なんですねだからあタモリはフォークが嫌いでさらに、えー、こういったことでよりフォークが嫌いになったとここから出てくるんですよ ラジオで、えー、オフコース小田和正に、えー、見せかけの優しさと糾弾したりとかね一番嫌だったゲストはあたとタモリが、えー、小田和正と答えたっていうことね、うん、だ別にあのタモリを擁護するわけではないですけれどもタモリっていうのはまあこういったものがあって、えー、発言していた可能性があると。で このですね、タモリと小田和正の共演 NG っていうか、まあ、仲が悪い、えー、一つのこれ大きな原因となっているだろうと、まあ、僕が思うもの調べて思うものっていうのが明石家さんまなんですよ。 タモリと小田和正の2人の話かと思いきや実はアカシアさんまが関係してるんですねどういうことかっていうとアカシアさんまはタモリが小田和正を嫌いだっていうことが分かっていた上でねタモリはどういうふうに対応するのかっていうのを試したんですよ1984年のテレ,テレフォンショッキングでね うん、で、えー、仲が悪いわけじゃないですか、うん、もうタモリと小田和正っていうのはねそのことを知っていたアカシアさんまがあの小田和正を友達として紹介したんですよだからアカシアさんまっていうのはこういうことを、まあ、あまあなんでしょうね軽くやったのかわからないですけどここからあの大きなこの共演 NG のところになっていったとで、えー、ここから話していきますが 一応ねその後和解したとかって言うんですけれどもまあ、こういったことが背後にありましたとここまでの流れを踏まえていって聞いていただいてこのタモリと小田和正の共演 NG のことを聞いていただくとすんなりわかると思うんですね。 タモリがなぜフォークが嫌いかっていう話をして、えー、その話を小田和正があ黙って、えーまあ、聞いていたとでそのタモリの話が終わって、えー、その専門的な話をしてもつまらないからと、えーまあ、あ小田和正がばリ切りあの切り捨てたとでタモリはこういうことを言われてバカにし,してるんですかと声を荒げる、えー、場面があったとで、えー、まあこのね、えー タモリの千9が0年のテレフォンショッキングなんでね、えー <coughs>、このスタジオアルタっていうね、この中がまああの、まあ、な空気感に包まれて、緊張感に包まれて、観客も、えー、まあ、全く笑えないと、しじゅう笑えない状態で、えー、まあ、なんだろ空気の悪さが出たと。で、そこからタモリと小田和正は共演 NG になりましたと。 で、僕がお伝えしたようにここまでの流れっていうのがあるんですよね。うん、でその流れがあった上えでこのようになりましたと。でその後タモリと小田和正は共演 NG になりましたと。 しかしですね2015年に小野、えー、陽子と中村博光の結婚披露宴にタモリと小田和正が2人とも、あのー、出席した時にね、えーまあ、お互いに歩み寄って握手をして、えーまあ、仲直りしたんですよ仲直りっていうかその共演 NG とかそういったこともなくなってで、まあ、こちらの件についていろいろ言われてるんですがタモリも小田和正ももう、うん、ある程度の年齢なんでその昔のようにね、えー なんかとんがってなくて丸くなったんじゃないかって言われてるんですけれどもまあ結局2015年のこのね結婚披露宴ショーの横と中村光弘の結婚披露宴で、えー、まあ仲直りしたと、まあ、よかったっていう感じなんですがまあ,あこの、ね、共演 NG のまあ要因となっているのはこの明石家さんまの、ね、仲が悪いと分かっていて、えー、意図的にそういうことをしたっていうことが関係してるんじゃないかと思うんですね。あと えーと表面的に出てこないんですが実はこの小田和正の性格っていうこともこれ関係あると思うんですよこの小田和正の性格っていうのはこれかなりやばい性格なんですよねでこれっていうのはもちろんあの嘘でも何でもなくて、えー、こういったことをいろいろ調べてさまざまな角度からこのことを考えてこれっていうのはおかしいなと思うっていうことなんですよで、えー、最後にこの小田和正のやばい性格っていうことで、えー、考えていきますね 小田和正っていうのは多くの人に、えーまあ、歌声がいいと思われてるんですね。しかし、いい歌声では別に性格が悪いっていう、まあ,あそういった噂が昔からあるんですよ。別に何でもなくね。えー、でじゃあ何、何性格悪いのっていう話なんですが、小田和正っていうのはね、女子アナウンサーに、えー、学校で何を学んできたのとかって言って泣かしてみたりとか、ねえー、自分の仕事の時に退屈だからって言って仕事中に文庫本を読ん,読んだりとか、そういったことがあるんで、えー、まあちょっとっていうか、かなりっていうか、性格に何がある んですよ、うん、でまあこの2つの時点でも正確に難がある、えー、まあ、人間であるっていうことはわかるんですが、えー、別の時にですね、えー、小田和正があのドキュメンタリー番組で「えー、ババあ」って発言したことがあるんですよ。これっていうのもおかしいわけじゃないですか視聴者に対して。うん、でこういったところからあこの人っていうのは正確に難があるなと小田和正ね。でこの小田和正がドキュメンタリーで「ババあ」って言ったっていうのはこれ結構有名な話なんですよ。 だからこのタモリと小田和正の共演 NG の背後には明石家さんまのそういったものであったり表現はできないですけど小田和正のこのヤバい性格って言ったことがあってだからこの共演 NG になったと思います。結果的にはこのね先ほどお話ししましたが 2015年に生の陽子と中村光弘の結婚式で仲直りしたっていうことがあるんですがこういったことが最後に確認すると明石家さんまが、ね、2人が仲が悪いと分かっていて。 あとですね、えー、小田和正の、えー、このやばい、えー、この性格こ,こういったことから、えー、あの不仲になった共演、えー、NG になったしかしその後な、まあ、仲直りしたっていうことだと思いますこのタモリと小田和正の、うん、このね共演 NG の関係とかっていうのは興味ある方が、えー、いらっしゃると思うんですがなかなかですね、えー、このなぜかっていう部分に、えー、触れないんですよ。で僕もも結構ここれいいいいいいろろ考えていて、まあ、おそらくこういったもののななんじゃないかと思いますので でまリスナー様の一つでも何かお役に立っていただけるものがあればと思いまして今回こちらの件についてま取り上げてお伝えさせていただきました何かご参考になっていただければと思います最後まで聞いていただいてありがとうございました今回はここで終わりです失礼いたします